皆さんこんにちは、店長むさきチャンネルです。タイヤを組むときにホイールのね、もう例えばタイヤこういうのがあって、でこう黄色いマークが打ってあるでしょ。これがまあ経点マークっていうんですか。ここが、まあ一応タイヤでね一番軽いとこですみたいなね。だからそれをホイールの一番、重い部分になるんですか。そうするとね、だからまあ下に、まあ、上に来てるところと反対側にっていうことになるんだろうと思うんですけど、でホイールの一番、まあ、重いとされているところってエアバルブのところなんですかね。ね、でもこれ今エアバルブ刺さってるんですけど、エアバルブの位置が真下じゃないんですよ。上、そうするとどうします。本来だとやっぱホイールまず単体でバランス取って、まあ、見てね、で、あ、今、あ、この位置だなって、いわゆる、でタイヤをそこに組むというのが正しいんですかね。どう思います。いやいや、もうここに組めばいいんだよ。最後どっちでも最後バランス取るんだから別にどうだっていいよっていう見方もあるしね。で例えばほら、こういう、これは IRC、 今ね IRC のタイヤですけど、そうじゃないタイヤもあるじゃないですか。まあいろ、あ、そうじゃないタイヤってあるんですよ。例えばミシュランでないんですよ、そのマーク入ってないんですよ、初めから。だからどこに、とりあえずどこに組んで、で最後バランス取るというようなあれなんですけど、はい。で、あの日本のなんとか商事のね、まあ、タイヤ屋さんやってるとこね、でそこがの営業のね、タバコに同じ名前ありましたよね。余計ですかね、そういう余計なことはやらなくていいですかね。で、あのその方がね、 BS っていうとこあるじゃないですか、ね、BS っていうとこの工場でを見学されたことがあるらしいんですけど、ちゃんとあのテスターにかけてみんな一本一本やってるって言ってました。でマーク打ってるって言ってました。だからあのマークは正しいみたいですよって言ってました。だから逆に言うと、それをやってるからその分コストかかるじゃないですか。ということはお金かかるってことだよね。その商品代に転嫁されるってことですね。でミシュランやってないんだから安くしていいじゃないかっていうことになるわけですよ。逆に、あの見方によってはですよ。見方によってはね。別にあれ適当に打ってるんじゃないんですって。そりゃそうだよね。適当に打ってたらダメだよね。まあこんな、ここでしょ、ここでしょ、みたいな。ね。ダメだよね。で一応ほらこれね、今あれなんですけど、これ結構ねこう止めるだけでこんなに動くんだよ。わかります？ほらこっちだとどう？ほらこんなにバランス合ってないんだよ。まあさらにこれにブレーキディスクをつけてっていうのありますけどね、本来はね。でこれの位置を変えたことって変わんないよ。これほら本当に見てマシンは出てないから、これだってイモネジを止めてんだから、ま、あの、なんていうの、だから気持ちいい、ちょっと多少ずれるだと思うんですけど、でもこれずらしたからといって、じゃあ位置が変わるのかって、そうでもない。あんまり変わんない。だから、こんなに動くって、このホイール自体がもう、これどこのホイールですか？ねえ、ダメですよ。なんてね、言いたくなっちゃうけど。まあ、そんなもんですよね。なんで、やっぱりね、だからこれ組んでも、なんでこれってあるんじゃないですか。逆に組んで調子ちょうどいいようなね、あとになってくれたらいいんですけどね。どう思いますか、タイヤ。だいたい同じぐらいなんだ。だいたいここなんだよ。ここなんですよ。だこの軸を位置変えても変わんないから、やっぱここなんだよ。そう。だから、ここね。で、キムコのホイール。キムコのホイールに純正でこう組まれてきてるでしょ、タイヤ、新車で。エアバルブの位置じゃないの、黄色いバーク。どこに打ってある、どこにあると思います。そう。緑色のマークが、ステッカーがホイールに貼ってある。そこに合わせてある。タイヤのそのマークを。ホイールの、その、なんていうんですかね。一番重いところになるんですかね、そうだとね。そこをちゃんとこう、取ってるっぽいよ、キムコのホイールは。ただステッカーだから剥がれちゃう、いずれ剥がれるし、だんだん乗ってれば汚くなってきて、なんかかすれてとかなるから、実際最終的にねどうなるのか分かんないですけど、まあもちろんあの新車でね、そう来てるから外して、全部そのホイールか、タイヤから外してバランス取ると、見てみると、でそれがちゃんと合ってるかどうかっていうね。ね、違うかもしれないからね。
まあ多分そうなんだろうと思うんですけど、ってそう貼ってあるからね。うん、で最初思ったんですよ、あれと思って。だそのステッカー貼ってあるところにタイヤのそのあれが合わせてあるから、あそうなんだと思ってね。うん。キムコは何気に真面目なのかもしれないですね。どうなんですかね。わかんないですよ。はい、そう。とかくね、日本人の感覚、私じゃないですよ。ひどいね。何言ってんだろうね。バイク屋さんとか、日本のメーカー以外は、絶対やらないとかね。日本のメーカー、どうせあれでしょ、なんとか製でしょとか、平気で言う方いるんですよ。そう。偏見に満ちてる人いっぱいいますよ。本当に。そう。日本製以外はもうみんなもうダメみたいな。日本のメーカー以外みんなダメみたいな。いますよ。本当に。もうね、名前言わないですけどね。それダメ。そう。やめてくれよって言われることで。つってそこまで言ってねえよ。つって。ね。そう。例えばね、なんとか W のスクーターとかね。キムコ製でしょとか。エンジンなんだ、どこなんでしょうとか。BM で作った。だってあれでしょつって。日本製が一番、なんだかんだで日本のが一番だよ。っていうような。あとね、バイク屋さん基本的にやらないね。他の、日本の四大メーカー以外は触らないみたいなね。日本のメーカーでも富士通とか、富士通じゃないや。古いやつね。例えば山口とか、昔ありましたよね。あと、富士重工も作ってましたよね。そういうのは やんないと思いますよ。陸王とか。ああいうのはどこのバイク屋さん、いや、うちできないって言いますよ。うん。でも、まあ基本的に四大メーカーね。日本のメーカーって言っても、やっぱ四大メーカー。最近は川崎は断る場合あるかもね。部品買えないってね。そうなっちゃうと、ちょっと、三大メーカーになりますけど、でも最近どうなんだよって。っていうかね、もう自分で買ったところやつ以外、うちで売ったやつ以外やらないとかね、もう話、そういう話にもなってきますから、まあ、そうなってくるとね、うん。あ、それでね、昨日ね、DRGBT がね、出てたんですよ。DRGBT、SYM の。わかりますよね。ドラゴンですね。はい。あれかっこいいですよね。そう、中古で出てたんですけど、1万9000キロ走ってんの。いやー、1万9000キロつれえなと思って、でもね、せっかく出てるから、見た。で、そしたら、シート開けるでしょ、ね、シートは、オンの位置で、オンの位置で横にボタンが、シートボタンがあって、オンの位置だと、横のシートボタンポチッと押すと、パチッと開くんですよ。だからエンジンかけてると開くんですけど、で、開けるね。そしたら、まあ、取説入ってるね。まあ、それは普通なんですけど、記録も書いてる。記録も何枚入ってたかな ?3、4枚ぐらいあったかな、うん、記録もね。どこでやってたと思います？そこの、それやってんのかな販売店。じゃないとやってないです。売らない、ないもんね。そう。もう店。神奈川の。はい。見てないよ。見てみようかな。販売店やってんのか、もしかしてやってんのかもしれないですね。何みたいな。ところは、まあ、全部、記録簿。ただね、排ガス見てなかった。排ガスは見てないけど、それ以外のあれはやってるんですよ。で、部品の交換とかもしてるんですよ。ってことは、部品ちゃんと入手して、ちゃんと入れてやってるわけでしょ。ってことは、販売店なのかもしれないですね。もしかするとね。うん、もしかすると販売店なのかもしれないけど、いやー、そう。1万9000キロでもいいやと思ったんですけど、やっぱりそこそこの金額いくので、だって競ってくるんだもん。ひどいよね。なんで競ってくるんですかね。勘弁してほしいですよね。競ってこなきゃほら安く買えるのに、あの金額で買うと、もちろんね、動画撮ったりなんだりで、そこで少し多少なりともね、何百円、うまくちゃんと皆さんがいっぱい見てくれてね、あれすれば何千円ぐらいいくかもしれないんですけど、その分は、それ BDS の手数料にならないじゃん。で、だから、まああれなんですけど、ただやっぱり普通にそれをね、売ろうとすると、やっぱりね、20万円だよ、普通だから。やっぱ厳しいんですよね。いくらで売ろうとしてんの？売れればね、売れるんだったら別にいいんですよ、いくらでも。そう、そこなんですよね。まあ何でもそうですけど、例えばほら、ハーレーの48をね、百何十万するわけですよ。だいたい100万以上はもう普通にしますよ。BTS でね。でもほら、売れるわけでしょ、ああいうの多分。
買ってる人たちは。売れるんだよ、多分。あれが、だって新車が最後180万ぐらいしたから、200何万、もうね、乗り出して200何万普通だから、しかも手に入らないっていうね、あれで、じゃあ、ね、160、170でも普通に売れると。言うんであればね、100何十万でもいいんですよ。だけど、10万、20万の世界でね、私はやってるんです。10万円台でなんとか売りたいと思ったら、10万円で買ったらやばいんですよ。そうすると、ね、手数料とあれ払って、さらにそこから回収しなきゃいけない。タイヤ交換してね、いや、どうすっかな。あれもこれも、いや、ベルトもちょっとこれはやばいねとかやってたら大変なことになっちゃう。とてもじゃないけど、10万円台で売れない。どうしようどうしようって言ってね。でも前ね、出てたんですよ、 DRGBT。 距離走ってない、全然走ってないの。昔2年ぐらい前かな、1年半ぐらい前かな、出てたんですよ。知らなかった。出てること知らなかった。そう、全然チェックしてなかった。そこからずーっとチェックしてますけどね、未だに見ないで。いや、久々に見ましたけどね、距離見て愕然としましたけどね、はい。でも今だったら、あ、それ安かったんですよ、しかも。そんなもんなんだと思って。いや、買っとけよかったなぁと、なんで知らなかったんだろうなと思ったんですけど、今だったら同じの出たら、やっぱり、いい値段いきますよ、多分ね。30近くいくんじゃないかな。だってあれ40万ぐらいでしょ。ね、40ちょっとですよね。あれって買えるんですかね、新車でね。売ってるんですか、そもそもね。まだね、日本でね。そう、あれ、あの台湾に前行った時に見たんですよ、すいません。なんだこれと思って。後ろ姿。そう、スーパースポーツみたいな感じでしょ？いわゆる、なんていうのかな。フェンダー、こう、スッキリしててね。そう。なんだこれと思ったんですけど、あれが DRGBT だったんですね。調べ、ね、すぐ調べ、あの、なんだろうつって調べ。ああ、これなのか。そう。街中で見かけたんですけど、いや、あれはかっこいいよね。後ろ姿ね、そう、ああいうのをやっぱりこう、いや、いいんですけど、あれ早いらしいですしね、あれ結構早いって言ってましたね。あれと KRV と大体何でしたっけ、なんだっけな、 X フォース、あのあたりを結局台湾だと、まあ、ライバル、一応ライバルみたいなんで、ね、それ比較する してたりね、うん、そういう動画が結構ありますけど、X フォースって言わないんでね、向こうだとね、フォース 2.0 でしたっけ？フォース 2.0。いや、出るたびにね。っていうか、あの、あとね、JBA にも一回出てる時あったんですよ。どうせ高いだろうなと思って。結局入札しなかったんですけどね。リアルタイムで入札できないしね。あっちは私は。そう、いいよね。何がいいんですかね。まあ、とりあえずこれはあれですね。ここのとこに組むんだろうな。多分、そこにマーキングしてね。そうしないと、でもそうすると、ね、ちょっと、やっぱ知ってる人は、あれ、タイヤちゃんと組まれてないじゃないですかとか言われちゃうよね。どうしたんですかね。素直にそこに組んで、そこに打って、あ、そこに、どこで組んで、ウェイトをいっぱい貼る方がいいんですかね。わかんないですけどね。